キチャンネル。じゃん。こんにちは。さあ今日はですね、はい、最終日ですね、はい、オリックスと巨人ですね、うん、一瞬だったっすね。何が一瞬ですか？収録。そうですね。今日もう8本撮ってるのに、これ9本、うん、これ8本目だね。8本目か。うん。スーッてきたね。はい。やっぱあの今年一発目の収録やから。あんまちょっと力蓄えてますね。うん、だって1ヶ月ぶりだもんね。はい。収録すんと。どんだけストック食べてたんだっていうね。いやそれが里崎ちゃんだってもうみんなに聞かれるもん。はい、どれぐらい収録してるのって言って。うん、いやしてねえから月に3回だから。月に3回で何かトピックあったら俺が家で撮ってるだけだから、あの YouTube に週2回とか、はい、そんなもんかけたらコストパフォーマンス悪すぎるよ。やっぱ YouTube はよりどれだけのコストをかけないで、うん、どれだけの収益をもらえるかだけが勝負だよね。そうですね。これ全くかかってないですね、このトークに、うん、無駄なお金。そうそう、全くかかってない。もうかかってるとしたらお茶ぐらいよ。あ、そうですね。喉を潤す、はい、確かにのと、はい、まあ、一番貢献度高いのはこの AK レーシングさんの椅子よ。あ、そうですね。もう疲れないっていう、はい、めちゃくちゃいい。何時間、まあ、これだけが大事だね。そうですね、うん、はい、飲み物と椅子、椅子、うん、が大事、はい、だってもうカメラなんていいのに越したことないけど、うん、別に絵面なんてどうでもいいから、うん、スマホでもいいわけよ。まあ、そうですね。そうそうそう、うん、でもあのバカ高いカメラで撮ってるけどね、はい、はい。途中から画質良くなったらしいですもんね。そうなの。カメラ変えたんですよね。変えました。そうなの。音も全然違います。でも別に俺が家でスマホで撮ってるやつも全くクレームないけどね。そう、まあ、最近のスマホもちょっと性能いいですからね、うん、今日車の中で撮ってるやつも、ね、だってあのこの前荻野忠宏になった時に、はい、太田がノンテンダー DNA に決まったってやつを車の中で、うん、はい、あの時にあの年一のロッテゴルフコンペがあって、はい、サンタサンハイっていう、はい、あの城詰さんと俺と荻野と、はい、で小見さんが普通来るんだけど、はい、小見さんは早稲田の監督になって自由に動けなくなったからうちが来て、はい、4人でやって、はい、そのラウンド中に DNA 決まったってなったから、はい、俺もゴルフ終わってゴルフ場の駐車場の中で車で撮ったの。でそしたら荻野が「さっさあれいつ撮ったんですか?」っつって「いやまあ10分ぐらいだからさ終わってあの帰る前に車の中で撮ったわ」っつって「すごいっすね」っつってそのなフットワークっていうのは何てでしょうね、その行動の速さすごいですね。だって10分ぐらい喋るだけでいいのよ、はい、1人で。まあ普通の人はじゃあこれについて何て言おうかなってちょっとメモをする人もいれば、それはね、うん、もうあれよ、1年間試合見てきてないからよ。1年間12球団の試合見てきてないから、うん、チーム状況がスラスラ分かんないから喋れないのよ、はい、用意しないと。そうですか。俺も一瞬で太田 DNA やっぱ右いないしねみたいな、うん、で万が一、まあ、オースティン来日したけどね、はい、万が一去年みたいに来日遅れたらいるしなみたいな、うん、でまあ、右の代打もいないし、おちょうどいいんちゃうかみたいなね、うん、でまあ、守備もできるから守備固めできるのもいるしみたいな、はい、おーおーおーってすぐスラスラ出てくるよ。それもね、やっぱすごいことですよね、うん、それはもう伊達に毎日試合見てないからね。そうチェック頑張ったからこそっていうのもありますよね。そう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 、うん、本当にね、めんどくさいんだけどね、うん、はい。でも来週、今シーズンもやるんですか？やるね。やる。頑張りますね。俺だもうド M なのよ、はい、やってる自分が好きみたいな。あ、今日も頑張った。あ、いや、俺全部見てるからねっていう、ね、あ、うん、努力は必ず身に結ぶ。はい、はい、よくわかんない。あれ、なんだっけ。え、誰の真似ですか。あれ、あの AKB のキャプテン、高橋だったっけ。高橋みなみさんか、うん、努力が報われない人の一番の理由、俺知ってんね、はい、努力っていう言葉を使ってるからや。あ、努力したと思っちゃってるってことですか。努力って思ってないもんね、うん、そのやらなきゃいけないことだから、はい、それはもう必然であって、うん、特別でもプラスアルファでもないね、うん、必然だから。必然のこと努力って思わんやん、はい、で俺努力したかって言われるとしたかなって思っちゃう。や、練習とかしたけどそれが努力なのかな、でも当たり前のことやしなっていう。でもその時全然努力したと思ってなくても、なんか後々あの時頑張ってたなとか、でもそれを努力かなって思っちゃう。だから俺総チェックもそうだけど、はい、努力なのって思っちゃう。あ、でも頑張りましたよね。頑張るけど必然だから、うん、はい、必然のことって努力じゃないじゃん、うん、だから努力って、努力っていう言葉を使ってるやつは無理なんだよ。へえ。
里崎ジロンです、はいはい、さあということでね、はい、今日はですね最後、はい、オリックスと巨人です、はい、オリックス、はい、オリックスのね野手はねこちらです、後藤俊太です。あ、まあ16試合、はい、56試合だから守備固めとかね、うん、ダイソーが去年ちょっと多かったかなっていうところでね、うん、まあレフト、はい、吉田、ライト杉本、センター福田、うん、こう空いてたのに固まっちゃったのよ、うん、この吉田しかいなかったのに、はい、福田と杉本が固まっちゃって、うん、あと外国人でね、あのバレラっていう左右両打ち広角に打てるバットコントロールが大きな魅力、うん、守備も二塁三塁の内野に越えて外野もこなせるユーティリティっていうところがね、うん、多分出てくるけども、はい、多分ファーストか DH に入るんちゃうかと思うのよ、うん、はい、このバレラはね、うんうん、ってなった時にこの後藤俊太も、うん、そう頑張っていかないと、はい、でまあ、守備固めもそうだけど自分のポジショニングがあるけどもそういったところでも打つのもねちょっと1割2分5人は寂しいから、まあ、2割5分ぐらいは打てるように持っていかないと、ね、ここでね自分の存在価値がなくなっていくから、ここで踏ん張りどころだね、うん、しっかりと自分の居場所を確保してチームのね2連覇に貢献できるように生きていくためには、はい、やっぱバッティングの向上がね、うん、やっぱ何よりも必須。そうですね、もう結構年齢もいってきてるので今年こそっていう、うん、そうだね、だから2014年2割8分ってね、うん、キラーンと光るところはあったけども、うん、ちょっとね2018年からはちょっと打撃がねあんまり向上していかないっていうところで、はい、まあ、ここで最後踏ん張れるかどうかのね、はい、まあ、守備固めとかねそういった役割分担はしっかりあるけども、やっぱ試合スタメン出たいじゃんね、うん、そういったところではしっかりねこの1年勝負がかかってくるかなと、はい、いうところで、あとピッチャー、はい、ピッチャーはね増井です。わーおー、でもまあまあベテランではありますけど、そう、もうベテランは毎年勝負だからね、はい、でそういったところでも、うん、まあ、今年ねオリックス、ワゲスパックね、はい、あのワゲスパック、ワゲスパックちょっと特徴的な名前の外国人がね多いね。昨年メジャーで登板なく 3A で24試合登板、10試合先発のナショナル2敗、防御率 2.86 安定感あり、150キロ超のストレート、軸にカーブチェンジアップ、うん、ね、先発中継ぎ両方できますと、はい、うんうん、でビドル、ね、こちら身長196センチの大型さん、金玉の鋭いカーブ武器に奪三振能力をたける、救援サーンとしての期待が大きいリリーフ、はい、で木の木、はい、ね、あの抑え込み、取ってきてるっていうのもあるし、うん、はい、まあ、先発とリリーフの外国人投手を、うん、取ってきてるっていうね、はい、ところでよ、うん、やっぱこの新戦力がチームに入ってくると、はい、ね、あとはこの横山楓25歳、はい、セガサミーから、ね、投手、うん、で荻田敦也、ね、24歳、TDK から投手、うん、だから3人即戦力、そっか、投手をね、うん、全員右腕取ってきてるわけよ、はい、そうなってくると、うん、まあ、ベテランね押しのけられちゃうから、はい、こう踏ん張りどころだね、うん、で松井はリリーフも先発も両方できるから、はい、そういったところでも最後ね、うん、まだまだ自分をいじめて勝負していって、はい、この若い力をねあのどこまでしのいでいけるかっていうところは勝負だし、うん、オリックスもね投手陣さらにね集めますために投手ね取ってきてるんで、まあ、リリーフにねこの選手たちは多分ほぼほぼ入ってくると思うんで、はい、まあ、先発はね、うん、だってまあ山本、宮城、で田島、うん、で山崎総一郎、山崎幸也、山岡っていうところがね、はい、いるから、まあ、ちょ若干リリーフの方がねあのちょっとなかなかこう平野も年だしね、ちょっとこう影見とこがあるところで新戦力で抑えようとしてきてるから、そういったところではベテランね、まあ、平野もそうだけど、はい、増井がねしっかり立ち位置振る舞えるかでしょうかね、うん、はい、であともう一人がね阿部です。阿部選手か、はい、まあ、これなんでかっていうとですね、はい、やっぱあのオールドルーキーだから、うん、昨年、1軍では、ね、4試合登板防御率 7.36、うん、2軍では10試合登板防御率 2.40 っていうところで、もう今年30歳だから、はい、もうそれはもう入ってきた時がね、うん、もうあのオールドルーキーだから、そうですね、もうそういったところではもうすぐ結果出していかないと、うん、まあ、この猶予期間がね、うん、やっぱないからね、うん、年齢的にそういったところではもう本当にねもう毎年が勝負だけども、この若いまだね選手たちが社会人、うん、大卒出てきてるからね、はい、ここを勝負して勝っていかないと、まあ、24歳とかの選手とはねちょっと違うからね、はい、そういったところでやっぱ増井阿部この2人がね、まあ、どこまで勝負できるかね、はい、この2連覇に向けてオリックスの中でね、うん、内部競争を注目したいですね、はい、いや先輩頑張ってください、はい、で巨人、はい、巨人はですね3人です。3人、はい、おお、まずは、はい、梶谷です。あ、ガキプチですか。はい、うん、違います。あ、そうなんですか。
昨年ね、はい、怪我もありましたけども、うん、打率2割8分2厘、はい、61試合出場、うん、で64安打ホームラン4本っていうところですけども、はい、松原がね、あーまあそっか、台頭してきて、うん、で丸、はい、ね、で、外国人外野ポランコ、ね、ポランコポかはポランコ、パイレーツで8シーズンを過ごし96発98盗塁の走れるパワー砲、はい、で20本塁打以上は2シーズンあり、昨年は107試合に出場ながら8月に DFE 戦力外かな、はい、9月からはブルージェイズのマイナーに入って24試合2割7分4厘9本塁打、うん、5番候補の1人、へー、でウォーカー外野手、うん、メジャー経験こそないが2年連続で独立リーグ MVP 獲得、21年を100試合打率3割2分リーグ新記録の33本塁打101打点、うん、24盗塁の成績残し2年連続でホームラン王になってます。31歳、はい、外野手2人、あーそっか外野手2人入ってきたんだ、でウィーラー、はい、丸、うん、松原、うん、まあ そんな安泰じゃない ね、あー確かにそうですね、うん、外国人選手2人外野なんですね、そう、へー、そういったところではね、うん、かなりの、そうですね、厳しい戦いが、うん、まあ、ひょっとしたらどっちがファースト守れたりするのかな、わかんないけどね、はい、どっちがファースト守れたりすると、うん、ファーストと一人外野っていうね、はい、外国人っていうところもあるけども、うん、もう梶谷も全然もう、あ、そうですね、全然もう危ないよ、そう思うと本当にやっぱり競争ですね、競争、他球団からこう加入したといえど、うん、丸松原とね、はい、日本人トップにならなきゃいけないし、はい、外国人選手も2人補強してるし、うん、っていうところでは、はい、ここまたポジションキャンプからアピールして頑張っていかないと、うん、はい、去年みたいに FA できたから、まあ、ポジション一つ確約ねみたいな感じではない、はい、うん、そうですね、うん、でもう一人が、はい、伊能です、お、え、じゃまたあれですか、あの他球団から入った選手ですね、うん、そう、そうなの、でもね、あの昨年、はい、5試合登板、はい、防御率 14.40、うん、まあ、FA できてね、はい、これじゃちょっとね、うん、なかなかなさないですね、そうですね、でもしかもアンドリース近年はリリーフメインだが先発経験も豊富な、メジャー28勝は入ってくるね、はい、まだ一つ削られるね、そうですね、で菅野、うん、戸郷で高橋でこのアンドリース、はい、とか山口、ああそうか、でもうそんな簡単にポジション空いてないで、はい、でも FA できて、はい、このままスーッてフェードアウトは厳しいね、うん、そうだからもう勝負だね、あキャンプから、そうですね、うん、結構先発も枠がね、そう今年で36歳だからね、そっか36か、うん、そんなもんのんきにいられないよね、はい、ね、あの先発が先発がって言われてる中でよ、はい、そこに入っていかないといけないところでね、うん、はい、まあ、勝負の1年になることは間違いないね、そうですね、やっぱ移籍してね、うん、うん、こう梶谷伊能はね、うん、勝負どころだね、はい、でもう一人います、はい、中田です、これまた、うん、やっぱりよ、はい、もうあの去年はね、うん、来て途中だったから、はい、まあ、そのチャンスを与えるためにも使われるところあるけども、はい、今年はもう本当にしっかりとしたものを出さないと、うん、外国人もね、去年はウィーラーだけで、はい、あのテームズがアキレス腱断裂、うん、でスモークが途中で帰国っていうところでね、空いたからポジションはあったけども、はい、外国人がバシッとボランコ、ウォーカー入っちゃったらよ、うん、もう競争だからね、だから普通に1軍にも入れないかもわかんないね、うん、今年が33の時、はい、4月22日でね、うん、もうあの中堅ベテランになっていくところでね、はい、うん、あの本当は開幕に向けてって言いたいところだけども、やっぱキャンプオープン戦と結果出していかないと、うん、はい、なかなか厳しい立場になってくるから、うん、この移籍組、うん、3人は本当に勝負の1年になると思う、ね、はい、そうですね、うん、やっぱまだできるぞっていうところをちゃんと見せないとね、で新しい選手とか若手とかね、うん、活躍してる中でね、うん、ここが一番ねこの2022年、うん、勝負どころの踏ん張りどころじゃないかなっていうね、そうですね、うん、みんな若い人とか好きだからな、そう若い人とか新しいのが好きだからね、やっぱりね、本当そうですね、だから能力あるベテランは好きだけど、はい、能力落ちてきた時に切られるの早いからね、うん、でしかも高級通りだと余計に切られるの早いからね、そうですね、うん、こんなに払えないってなってきますもんね、うん、そうそうそう、それだったら若いやつこれで 2,3 人雇えるねみたいな感じになるじゃんね、うん、まあ、というところでね、はい、まあ、12球団にわたってやってきましたけども、はい、まあね、多くの皆さんがね、まあ、今年どこまで頑張れるかね、うん、キャンプオープン戦楽しみにしながらね開幕迎えたいと思います、はい、はい、また答え合わせをね、そうシーズン終わった、はい、後ですね、まあ、タワワンでね、はい、優雅に暮らしている選手もね、はい、出てるんでね、はい、この中の選手からね、はい、一気にもう一回踏ん張ってね、はい、頑張ってくれる子を期待しております、はい。